しいです。でもじゃあ、皆さん、お待たせしました、大好評シリーズ神谷先生に聞いてみようのシリーズ、今日はインタビューは、はい、自己紹介。あ、渡辺精密試験の杉山と申します。はい、じゃあ営業しております。はい、今日第2回目ってことね。1回目すごい杉山さん、はい、大好評だったので特にね、札幌で5回目の M 先生、ね、そうですね、はい、で、今日はですね、実家で見つけた写真シリーズってね、Facebook に僕は上げてるんですけど、一応ね、正月ね、まあ正月初めっていうかな、年頭初、最近暗いニュース多いじゃないですか、はい、まあ、トルコでテロあったりね、まあ、ドイツでもあったかな、はい、関数前にありましたけどね、暗いニュース多いんで、ね、ちょっとね、笑っていただこうと、ね、そういったことで、そんな大きな意味はないんですけどね、ちょっと、そういうことで、写真何枚か出してるんですけど、ね、1枚で。今日これね、実家シリーズラスト、一応ラストにしたんですね。あ、まあ、このシリーズのラストですね。なんかしつこいとね、はい、みんな嫌がられるところ、すでに嫌がられるところ。これはですね、平成元年。あ、はい、平成元年。平成元年。29年前です。29年前かな。はい、28年前ですね。28年前ですね。平成元年は1なんだ。平成0年じゃないの。すごい。また、やっちゃいましたね。これは、当時ね、行き来旅行でニセコに行くんですよ。はい、ニセコに行ってね。まあ、当時、ゴルフする先生多かったから、ニセコに行って、そこでね、なんていうの、ゴルフしたりとか、テニスしたりとかね、はい、するんですけど。はい、あ、大丈夫ね。はい、それで、話してみるってなかった。そうですね。ちょっとこの私の愛したのピアッツァ。あ、ピアッツァ。ね、これピアッツァ。はい。これかっこいいじゃん。ピアッツァ。日本ワイパー。これだってね、まあ、3人ぐらいに乗せて、はい、今日ね、先輩とかね、あ、まあ、同僚乗せて行ったんですね。そしたらね、で先生が運転されて。僕運転して。僕はね、安全運転なんですよ。あ、はい、大体ね、30キロぐらいで積まれてたんですけど。30キロですか。ただ先輩がね、今仙台で開業してるね、はい、K 先生って名前をするけどね。K や海先生で。その先生がね、もう幼児お前、プロすぎるとかして、はい、抜けとか言われて、はい、で抜け抜けって抜こしたところがね、はい、追い越し禁止だったんですよ。あ、はい、でしかも、ね、パトカーがいたんですよ、隠れて。ちょうど、はい、ちょうど。で、それでね、うーとか言ってね、捕まった。捕まった。の時の写真。そうそう。で、捕まったらいいんだけど、はい、当時ね、捕まってさ、こうやってね、免許証とかを見せる。あ、はい。そしたらね、いや、これ、この時のこれ、僕の免許証見てるでしょ、はい、見てます？カメラさん、これ免許切れてますよ、え、本当ですか？切れてたんですけど。これ9月だったんですよ。なんで覚えてるかって言ったら、はい、僕の誕生日8月25日。あ、はい、で、9月何日かに行ったはずなんでね。あ、で、カメラさん、これ免許切れてるからダメですよ、あんたら。免許不携帯ですよ、みたいな。不携帯じゃないわ。今だと9月25まで、あれです。いや、ダメじゃないかな。あ、ダメなんですか。いや、基本的にダメよ。いや、それは、なんていうか、車運転しないで、はい、免許試験場ね、はい、運転免許試験場行って、はい、取るのはできる。ああ、なるほど。でも車運転したらね、ああ、なるほど。切れた後はね、詳しくなってるんですよ。それでね、で、あんたね、追い越し禁止はするわね、免許をね、もう切れてるわね、とんでもないですみたいな感じで怒られて、ああ、で、じゃあ、ここもう運転できないわけ、僕だから。ああ、はい。そうですね、これからもう。運転できないわけ、免許だから。で、他の先生だともね、はい、要は、どうするのとかして、いや、誰かこのね、この残り3人で誰か運転してくださいって言われて、それから車置いてってくださいぐらいの勢いで、そんなニセコのこの山の中でね、車を置いてかされたらね、ちょっとこともしかないんですけど、僕のね、同僚の吉谷先生ですね、はい、そういうの書いてました。彼がずっと運転してくれた、まあ、そういうことだったと思います。だからこれ、なんでこの写真が、これ誰が撮るこれね、追い越せって言ったね、先生がね、カメラ持ってたんですね。そうなんだ。カメラって人がなくて困ってるんですよ、これ。もう汗だくだよ、これ。こっち。もうね、追い越しだけじゃなくて、電気切れてますよ。そしたらもうね、それでそこをね、ね、後でね、みんな笑ってあげようみたいな感じで、写真撮ったんですよ。こんなね、こんな写真なかなか撮れるもんじゃないひどい話ですよ。そんな感じですよ、これ。わかりますか、ね、今日の写真はこれの写真なんですね。わかりますか。ただね、だからこの後僕もね、しばらく運転しなかったんだよな。だって免許取りに行ったんですよ。ああ、そうですね。当時ね、新入業界で忙しかったんですよね。忙しくて、ね、免許を更新しなきゃいけないってことも忘れてたから。だって毎日毎日銀行でしょ、はい、ちょうど夜12時とか1時も銀行してたから、ね。それで、そんな感じなんですよ。そういう話。わかりますか？大丈夫で、あとね、もう一枚ぐらいの解説しますか。あ、はい。まあ、いろいろ。一番ね、ただね、このシリーズで、ね、一番好評だったのが、はい、当時はね、数が多かった。あ、これですか。ね、松田の稽古、ね、当時、ね、なんか当時ドラマと流行ったんですよね。あ、そうなんですね。あ、これ、大吉ね。あ、はい、そうなんです。私もそれ言いたいって言われました。で、こっちのね、僕今でも覚えてるのはね、あの、編みたやつあるじゃないですか、はい、編みたやつ。はい。
これね、地下街に買いに行ったんですよ。地下街に。で、その時に、なんか恥ずかしいからね、領収書もらう時にね、学芸会で使うとか書いてもらったんですよね。自分が履くんじゃないんだよ。自分は趣味がね、趣味だ、趣味が中学生がね、の編み出す趣味で履いてるんで、仕方なく使うのね。それで、500円だったんですよ。おー、500円。まあ、今と同じぐらいかな。物価高かったんですよ。物価高かったんですよね、洋服はね。それで、こうやったんですよ。これでも受けました。中学校3年生の時にね。これでこうやってやったらね、ちょっと裸けたぐらいですよね。もう勢いよくなんかね、最初はすごいドキドキしてるじゃない。だんだん調子乗ってきて。ちょっと、自分で触る。最後裸けちゃったよ。調子乗りすぎて。ね、上半身裸なんじゃない。こんな感じね。当時でも僕のね、同級生がね、ビデオ、ビデオじゃない、これ帽子とかね。で、ミッション作ってる。作ってる。ね、内館さんと石川さんがね、無事ね、まあ、こんな感じでね、まあ、ちょっとね、まあ、ちょっとくだらないですけど、ちょっと気持ち悪いですけどね。まだまだなんかありそうですね、実家に。ええー、まだまだあります。まだまだありそうです。あと私の一番ね、得意なこの、はい、あ、これですね。はい、これ、セラマスネ。セラマスネですね。セラマスネですね。これ、股を開いて、股を開くのと、こう指差すのがね、特徴なんですね、これ、これ。これガニ股で。これ、こんな感じで。だって一緒ですね。一緒ですね。ここ一緒ですね。はい、ああ、磯つくらしいの言葉がある。こんな感じ。わかりますか、ね、やっぱりね、今年のね、あ、そうそう、書いてあるんですけど、今年のキーワードね、なんか最後ね、このキーワードはね、笑い。笑いですね。僕らもね、歯の治療してるんですけど、結局ね、素敵な笑顔を提供するために、笑いにね。だからこう、歯が切れるなと笑えるなんですよ、見たってね。はい、そういうことなんですよ。だから僕らはやっぱりね、笑いを届ける仕事なんですよ。だからまあ、歯の治療するし、綺麗しね、そうやってやるし、まあこういうね、ことで、まあちょっと少しくだらないね、思われるかもしれませんが、まあこういうことで、ね、ちょっと笑いね。はい、この時だって僕のね、治療のね、友達のお母さんもゲラゲラ笑ってましたもんね。大爆笑ですよ。そうなんですよ。でもね、こんな中学生3年います？今。いや、いないです、ね。あんまりないよね。今こういうことあんまりやらないというか、ダメなんですかね。気にしないでね。当時も結構ギリギリだったよね。あ、そうですね。でね、あ、最後にじゃあ僕、はい、僕はこの中学校3年生の時にね、はい、あなた、荒沢先生っていうの、荒沢先生ね。はい、で、久しぶりに同窓会やろうって思ってね、はい、これから3、40年経ってるのかな、うん、40年ぐらい経ってるの、30年ぐらい経ってるでしょ、はい、30年、数年ね、はい、で、電話したんですよ、久しぶりに、はい、家にね、家に電話したんですよね。そしたらね、いや、荒沢先生、髪色ですけどって、僕はね、兄弟だったもんね、その先生習ったから、はい、もう上か下かって言われて、いや、下の髪色4時ですよ、はい、おー、髪色かお前って、はい、でね、いや、先生、僕のこと覚えてますよ、当たり前だろって言われてお前みたいなの最初最後だよって言われて、ね、もう印象がすごいですね。お前みたいなの最初最後だよ、もう忘れたくないと思われて、ね、あ、そうですか、いや、ありがとうございますすごい。いや、でもね、でも当時ね、ここ知ってたから、僕もね、はい、まあ、なんていうか、自分にね、課してるのは、はい、やっぱりね、社会でもこれ成功しないとまずい、まずいというかね、なんかこう、当時こうやってね、頑張ったのに、はい、今なんか、おじぎとかね、あ、そうですね、なんかね、はい、不老者になってるとかね、ね、それじゃまずいじゃない。まずいですね。ね、だからやっぱり、こう、社会でもね、なんだかんだね、こう、活躍していきたいな。まあ、その同級生もね、元気づくじゃないですか、はい、ね、もう分からないですね、ふざけたことやってるけど、今ね、歯医者と真面目にやってる話したらね、はい、みんなこう元気に、元気なんですよ、じゃあ、はい、お前やろうみたいなね、じゃあ、もう頑張ろうみたいなね、そういうことですよ。今年年頭賞のね、はい、笑いっていうのをね、最後、はい、勉強していきましょう。ね、はい、ね、前田先生、見てもらいます。先生、お願いします。じゃあこれで、これで、あ、はい、そうです、はい、今日年頭賞の話のこれで、はい、あ、ありがとうございます、挨拶します、はい、ありがとうございました、はい、あ、ありがとうございます、こんな感じで、いいの、はい、これいくらでも作れる、こんなの、ね、あ、いい、